自分の良くないとこがめっちゃ出ちゃいましたね。弊社を志望した理由を教えてもらえますか。社員訪問10社ほどは5人ずつさせてもらったんですが、50人あった割には薄い。一度断られてしまったという経験になります。ちゃんと失敗もしてるし、ちゃんと学びも得てるし、いいなと。結果発表します。でれれれれん。どうもしゅんです。こんにちは。今回は模擬面接企画ということで、就活生とみなみさんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。みんないつもありがとうね。今日面接を受けていただく河合くんです。中央大学文学部人文社会学科教育学専攻から参りました河合海人です。就活の状況どんな感じなんですか。今はとりあえず内定をなんとか一社いただけまして、ここからは業界を絞って進めていこうかなと考えております。どういう業界を今見てるんですか。不動産デベロッパーになります。不動産会社を想定してみなみさんに面接していただけたらなと思います。学生時代頑張ったことを教えてください。ラジオ局で学生ラジオ CM コンテストの応募総数を増やせというミッションのもと行った、大学にコピーライターの方であったりラジオ局員の方をお招きしてワークショップを行ったというものになります。大学にお招きしてっていう際にもちろん断られたこともあったりして、その中で僕の方から相手のやりたいこと、そういったものを実現する手段の一つとして僕たちのワークショップに参加してもらえませんかという話だったり、相手の方に対して僕たちがなぜあなたじゃなくちゃいけないのか、そういったものをしっかりとお伝えすることによって大学に来ていただくことが可能になりました。この結果、もともとの目標として与えられてたミッションである応募総数を増やせというものは前年比約 30% 増で2400通まで伸ばすことができました。これって何人でやってることなんですか。学生のメンバーが8人で社員の方が1名ついてくださいました。河合さんはどういう役割だったんですか。基本的に僕が一歩目を動くような役割でした。リーダーなどという役割っていうものを実際に市によっては来れない人が出てくるっていうのが存在してたんで、定めずに実際に物事を進めていくときに僕が一歩目で動いていくような、そういう役割を担っておりました。具体的にはどんな感じですか。大学にお招きするにあたってコピーライターの方とかに直接お願いしに行く、そういう役割を担っていたりとかさせてもらいました。活動の中で印象に残ったこととか、辛かったけど逃げずに立ち向かったみたいなこと何かありました。一度断られてしまったという経験になります。プロのコピーライターの方やラジオ局員の方に僕たちのこれを手伝ってくださいとお願いして断られてしまった時にはなんでなんだろうっていうところですごく悩んでしまいました。でもその中で業種の方に相談していったところ、僕たち自身が応募総数を増やしてミッションのためにやりますみたいなことしか伝えられてなくて、それだとやっぱり相手にとって動く理由にならない。でそこで相手視点での考え方に切り替えてっていうことをやった結果、最終的に快諾していただいて一緒にやっていただけたんですけど、そこが僕の中ですごい辛かったというか難しかったポイントになります。一人で営業したんですか。そうです。僕が最初に動いてうまくいったら他の大学でもやろうよという形で始めたので、僕一人で一旦タイミングとしてはやってました。ノウハウとかを共有した感じなんですかね。そうです。一回僕の方でやってうまくいったから、じゃあ同じようにやってみようって、その時の提案の仕方とかっていう部分ではやり方の方は共有していきました。ちなみに具体的にどんなことをしたんですか。他の7人に対してこの人とかだったら多分いけるよっていうのを上司と一緒に選んでた方々がいらっしゃったんで、それを共有する、どう話していくかで、この人たちのそれぞれの夢っていうもの、例えばコピーライティングっていうのは普通の大学からあんまり行かないみたいな世界だったりするんで、もっと知ってもらいたいってこの人は思ってます、だからじゃあこの人にはそういう方向性でアプローチしていこうよって話だったり、それぞれに対するアピールの仕方というか、そういう部分の共有をしてきました。チーム員の性格によってコミュニケーションの仕方を変えていく、相手の性格、こちらの性格によって変え、相手っていうのはどっちですか。相手はラジオ局員さんやコピーライターの方、ゲストの方ですね。このインターン以外に何か取り組んだこととかあります。所属しているゼミがあるんですけども、そこの立て直しというのに力を注ぎました、はい、というのも最初12人で始まったんですけど、実は僕1回再入学してまして、その関係でちょっと1ヶ月間しっかり関われなかった間にメンバーが12人から6人まで半減してしまっていて、半減してしまったことによってプロジェクトが進められないっていう状況になってしまった。その状況を変えて最終的に学会報告まで持っていったというのが力を入れた活動になります。それは具体的にはメンバーを増やしたってことですか。いや、メンバーを増やすことできなかったんで、一人一人の力量をアップさせるように1ヶ月間集中的にワークをさせてもらってという形で、具体的に残った数人に対してどういうアプローチをしたんですか。そもそもの課題として減ってしまった原因って何だろうというところになると、体育会的なゼミの気質がある。その一方で残ってるメンバーはその気質に対応はしてる、現状の問題点はってなると自分たちの力量がないことだと考えたので、その力量をアップさせるために、例えばロジカルシンキングを学ぶだったりとか SPSS の使い方を学ぶとか、そういう部分で自分たちの能力を上げていく、そこというものにフォーカスをして1ヶ月間トレーニングを積みました。
弊社を志望した理由を教えてもらえますか。僕自身が強い責任感を持ってその地域に合った街づくりをしたいなと思って志望しております。理由としましては2点ありまして、この強い使命感という話が僕の地元の再開発という部分でございます。自分の地元というのが宇都宮なんですが、実は一度再開発計画が立ち消えて約10年ほど駅前の一等地が更地になった後放置された経験があって、その時にすごい責任感が大きい仕事だなと、街づくりってすごいパワーがある、インパクトがあるな、僕もその一翼を担いたいなと考えて街づくり業界にまず興味を持ちました。でその中でなぜ御社かというポイントになりますと、実際に社員訪問大手の会社さん10社ほどは5人ずつさせてもらったんですが、その中で御社の社員さんたちが最も地域の魅力を引き出していきたい、そういう部分の話をされていて、そういう御社であったら僕ってもっともっとその地域のための街づくりってものができるんじゃないのかなと考えて御社を志望しました。逆に使命感が達成されているような今日本における開発の事例って何だと思いますか。それはやはり御社の日本橋のような開発なのかなと考えております。理由は、理由としましては日本橋っていうものの文化であったり特性、そこを踏まえてどういう開発をしていこうかっていう部分もしっかりされてますし、実際に途中でやめるということがなく、しっかりと今なお進化を続けている街という意味で、僕は日本橋が最もこの使命感を持って行われている街づくりなのかなと考えております。弊社がやってる日本橋の再開発の逆にダメなところとかあったら教えてもらいます。やっぱりオープンイノベーションの創出というものが今後のデベロッパーとしてやっていかなくちゃいけないことだと思うんですけど、そこがまだ不十分なのかなと感じてます。実際にモビリティとしてバスの方を運行してると思うんですが、そういったものでまだ実証実験が始まった段階だからこそ、これをもっともっとやっていくべきなのかなと感じております。実際河合くんだったらどうします。御社が実際にベンチャーに出資してやってる事業、そういったものをどんどん導入していく、実証実験の場としてさらに活用していく、そしてどん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 新しい街にしていくのかなと、もちろん伝統とかを失わずに新しいものも取り入れていくようなスタンスで、そしてオープンイノベーションとかの創出もその後やっていくようなことをしていくのかなと考えております。もうちょっと具体的に言うとどんな感じですか。例えば御社のホテルがあると思うんですけど、出資したものを使うところとして活用していく、そしてそのデータをもとにまた新しいものを生み出していけるんじゃないのかなと考えております。次の開発地も探していかなくてはいけないっていう課題もあるんですけれども、もし日本全国どこでも開発していいってなったら、河合さんどこ開発しますか。今なら神奈川県かなと。神奈川県の中でも特に今変わってくるんじゃないのかなと思うのが、例えば海老名とか相模大野、平塚なども面白いのかなと思ってます。理由は、現在コロナが起こったことによってオフィスに必ず毎日行かなくちゃいけないっていうのが変わりつつあるのかなと思っていて、でもある程度オフィスとの距離、近さというものは加味していきたい、そういうことを考えた時に、ある程度の距離かつ住みやすい環境が整っている場所となると、自然と都会というものがマッチしている地域なのかなと考えて、今挙げた3地域などが今後熱いのかなと考えております。その地域に河合さんだったら何作ります。としては産学連携のような施設とかを作っていきたいかなと。ちょうど先日御社が大学の方の土地を借りて開発していくみたいな話が出てたと思うんですが、そういったものを今後さらに加速させていくことにつながるのかなと考えております。社員訪問の話なんですけど、他の会社も社員訪問してるんですか。はい。何人ぐらいに知ってますか。全体を合わせますと約50人ほどさせていただいておりまして、はい、上位10社の会社方々には各社5人ずつほどさせていただいております。50人どうやって知り合ったんですか。基本的には大学の OB とか関係なく、ホームページの方から直接連絡させていただいて紹介してくださいのパターンもあれば、実際に説明会の時に捕まえた人事の方にお願いしますと言わせてもらったり、あとは社員訪問のサイト、ビズリーチキャンパスさんとかで僕の方からアプローチさせていただくというのを行いました。弊社の社員が言ってて何か印象に残ってることあります。ホテル開発の方のお話がすごい僕の中で印象に残ってて、ブランドありきじゃなくてその地域に合ったものを立てて、その上でそこにブランドを関するその順番というのがすごく印象的で、これこそが地域の魅力を引き出したホテルを立てて、そこに御社の名前をつける、そういうスタンスになる分、これこそが地域のことを思ってる御社のスタイルが出てるのかなとすごく感じております。具体的にどの地域ですか。明治神宮前のところのホテルの方であったりとか、あとは銀座のプレミアの方であったり、そういうところが話題に上がりました。ホテルに関して話をしていくんですけど、今厳しいじゃないですか。仮にコロナの状況が10年続くとしてなったら、河合さんだったらどうします。新しくホテルだけって考え方はやっぱり変わってくるのかなと思ってまして、御社も先日ホテルのサブスクの方を始めたと思うんですが、そういったものを加速させるとともに、ただ貸すだけじゃなくて、例えばホテル内でもサブスクで貸してる区間に関しては専用のコンシェルジュを置いたりとか、部屋に電子レンジをつけてみたりとか、そういう形でサービスアパートメント内の方向に変えていく、かつ共有部のスペースのところには御社も導入されてるとは思うんですが、コワーキングスペースのものを置いたりとか、そういう形で職も住もホテルも全部どん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 近くなっていくのかなと思っております。サブスクとコワーキングって結構他社もやってるんですよ。あんまり差別化になってないなっていう思いがあるんですけど、地域を生かしてとかってないですかね。例えば明治神宮、あそこの地域の特色として原宿側の方と渋谷側の方と代々木側の方と様々な地域で違うタイプの人がいる、だからこそその人たちが集まるハブのような空間を、例えば1階のエントランス部分とか、もしくは飲食スペースのところで設けていくというのが面白いのではないかなと個人的に考えております。
ということで一連の面接が終わったと思うんですが、南さんの方からこちらの丸×の札を上げていただいて、はい、丸×を僕が出す前に自分でどう思いましたか。今回は僕は×かなって答えとしてはなるかなと思ってます理由は志望動機の鳩の話で、オープンイノベーションの話などが僕の中でしっかり理解してないのに口に出してしまったことによってしっかりと答えられなかったというのが自分の中で今回大きなマイナスポイントかなと考えております。結果発表します。でででででん×です。はい、理由は自分で分かってると思う。いろいろあるんだけど、広く知ってるんだけど一個一個が浅いんだよね。記録してることはいいことなんだけど抽象的。いろいろ気になったのは結構単語が自分主導だったなっていうのは感じて、思いやりがないというか、ワークショップって何みたいな。大学のところで実際に簡単にラジオ CM ってこうだよみたいな話をしてもらった後に、じゃあみんなで作ってみようっていう体験型講義というか、体験型講義って講義じゃない。わかりましたまずこのワークショップに関しても豪華ゲストを呼びたいっていう軸と参加者を増やしたいっていう軸が2個あるから、どっちの話してんのってやっぱ結構あって、いろいろ話を持っていくと豪華ゲストを呼ぶって方に重きを置いてるのかなと思いきや、 ES では最終的には参加人数がプラス 30% 増になってるから、そっちなんだみたいな。話があっちゃこっちゃいけない。やるなら絞った方がいい。良かった点があって、断られたことを包み隠さず言ったじゃない。失敗したけど反省があって相手の気持ちに立ってみて相手の利益を考えるってこととかっていうのはすごい、これに関しては丸です。はい、そこの話もっとした方がいいよ。断られたけどなんで断られたんだろうなっていうのを考えた結果、あれこれこういうことをしてみてまたダメでみたいな、次またこうやってみたらそれでやっと成果が出てきてみたいなっていうのをチームメンバーにも共有して、どうやったら再現できるかっていう部分を一緒にチームとしてやったんですよって話をするともう二重丸。志望動機は社員と会ってるのは分かったんだけど、コピペなんだよ社員が言ってることって。全部コピペである理由は実体験と交わってないからなんだよね。宇都宮の話は実体験があるからいいのだけど、神宮の話はコピペなんだよね。自分でしか喋れないように実体験を交えた方がいい。実体験がないから全部抽象的なの。抽象的だと何を言ったんだろうみたいな社員訪問に関しても50人に会ったのはすごいと思うけど、50人会った割には薄い。どんなこと言われたのか、もしくは5人会ったなら5人の共通点とか自分なりに言語化してみるとか、コピペができないように頑張った方がいい。あといろいろ聞いたのはホテルどうするとかっていうのは、普段からそういうの考えてるかどうかとか、そういうのを考えるのが好きかどうかっていうのを見てるので、就活関係なしに考えた方がいいと思いますよ。ということで今のフィードバックを聞いてどうですか。抽象的なものっていうのはすごいあるなと感じてて、社員訪問の話もそうですし、日本橋の話も現地行ってるのにそれを話してなかったっていうのがあったりしたんで、そこで何を見て僕がどう感じたのかっていう部分をしっかりとこういう時に載せられるように改めて言語化というものを進めていかないといけないかなと感じました。場数を踏んで頑張っていただけたらなと思います。下の概要欄に南さんのリンクが貼ってあるのでよかったら覗いてみてください。皆さんフォローしてください。お願いします。チャンネル登録お願いします。コメントもお待ちしておりますので YouTube コメントしてください。ということで本日皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあな。河合さんお疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか面接。自分の良くないとこがめっちゃ出ちゃいましたねって思いました。例えば話するときにもちょっと冗長になってしまうところとか、いただいた質問に対して金を得た回答ができてないなっていうのがあって、だから先ほどすごい抽象的だなってこと言われてしまったんですけど、そういった部分が僕の中で課題であって、それがしっかりと指摘していただいた。実際にどうしていくかって話は先ほどアドバイスもらえたんで、うん、そういった部分をしっかりとここからはやっていきたいと思ってます。おめっちゃ応援します。いい経験になったら嬉しいです引き続きよろしくお願いします。お願いします。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。